すいませんすいませんすいませんありがとうございます。すいませんお待たせしました。解決しました。すいませんすいませんです。本当にちょっとだけどうしよう。アイラインとマスカラだけまつげだけ入れてもいいですか。解決しました。ごめんね急にどうしたって感じですよね。本当にすいません本当にすいませんマラカスじゃないですマスカラです。こちらがマスカラになります。まつげをやるだけでだいぶ光が入ってくるので目に。はい、ということでですね、なんとですね、千葉テレビさんで放送される余命6日間のコンカフェエンジェルに、ドラマなんですけど、なんと主演で出演させていただけることになりました。やったー、嬉しい。まあ、放送地域は限られてきてしまうんですけど、地上波ですよね。ですし、あとそれで演技のお仕事をずっとやりたいとか、もっともっと挑戦していきたいというふうに言ってきて、それで念願の演技のお仕事ですし、しかも主演をやらせていただけるなんてすっごく嬉しいので。はい、頑張ろうととっても張り切っております。リップ塗ります。じゃあメイク生って感じですよね。すいません。はい、なんかちょっとこの情報解禁が私今日になるってその昨日聞いたばっかりというかだったんですけど、だからちょっと自分としても心の準備がまだみんなにはね内緒にしてよっていう、その情報解禁前のことなのでっていう感じなんですけど、ちょっと何言ってんのか分かんないや。まあでも皆さん喜んでくださってる方たくさんで、すごい嬉しいです。ありがとうございます。そうですね、でもなんか演技のお仕事とかなんか挑戦したいなというふうにずっと言ってきていて、でなんかラブシェアリングでなんかやらせていただいた時に、もっとこう演技やりたいなっていうふうに思いが強くなっててっていうところだったので、だしなんか自分にこう特技とか特徴とかがないなというのがあったので、なんかそれを演技にできたらなというふうに思ってて、なのでこうなんかまあ自信が経験が少ないのでモテる自信はないんですけど、でもなんかやりたいっていう気持ちはすごくあったので、今回やらせていただけることが決まってすごく嬉しいなと思ってます。
はい、うん、ハートありがとうございます。そうですね、うん、いやでもなんか本当に ありがたいお話なんですけど、みんな見れたりしたらいいね。なんか配信とかあるのかなとかね、あったらいいけど、うん、ペンギンタワーさん、ありがとうございます。ペンギンありがとうございます。タワーさんありがとうございます。確かに TVer 出たらいいね。どうなんだろうね、見れたらいいよね。うん、なんかそうですね、何言おうとしたんだっけあ、そう、でもなんかこういうこの外のお仕事をやらせていただくので、なんかまた NGTの小越はるかっていう子が顔を覚えてもらったり名前を覚えてもらったり、なんかあ、なんかこの子見たことあるなくらいでもいいので、なんか知らない方の脳内に埋め込んでもらえるようにそれでまたね、私のことを知ってくれる方が増えるのも嬉しいし、それきっかけで NGTをちょっと見てみようかななんて思ってくれたらもっと嬉しいですね。まあでもなかなかこう、そうじゃないアイドルファンの方じゃない方をグループのパフォーマンス映像とかまで連れてくるのは難しいと思うけど、うん、でもそれができるチャンスではあるので、そうですね、なんか今はなんかもちろん本職というか本業というなんていうのかが、まあアイドル NGT としての小越はるかなんですけど、その自分自身の名前がもっと大きくなったりとか、 NGT の名前がもっと世に出るためにこう外のお仕事も頑張りたいなっていう気持ちはすごくあるので、それではい、ぜひ覚えてもらえたらなと思ってます。あとですね、そのメインキャストの方をこうアプリの配信でのそのなんかオーディションでなんか共演者の方がオーディションで決定するみたいなんですけど、ちょっと正直主演小越はるかさんって書いてあるけど誰やねんって感じだと思うんですけど、まあでも誰か受けてくれるかなってちょっと心配ではありつつ、まあ受けてくれたらどうかよろしくお願いしますと。まあでもいらっしゃるかな、なんかまあなんていうの、ちょっとドラマ出演とか興味あるなみたいな、そういう感じで、はい、いやもう革命なんですよ私の中から。ちょっとすごい落ち着いたテンションで話してしまってるんですけど、すごいもう革命なんです。とっても主演ですよ、主演ドラマですよ。嬉しい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。頑張ります。ぜひぜひ見てください。
あと次につながれたらいいなと思います。あの誰かの目に留まれるように次につながったらまた演技のお仕事をやらせていただきたいなと思ってるので、これからもちょっとずつでいいので、なのではい、次につながるようにこのチャンスを誰よりも生かせるように頑張りたいなと思ってます。はい、そうですね。あ、っていうかもうツアーもあさってなんですね。私もうそれが信じれない。信じられない。ツアーがもうね、あさってなんですよ。どうしよう。あ、そして明日は春香村の誕生日なんです。実は。で、しあさってはしはるるんの生誕祭なんですよ。だから結構ね、この3日間4周年ですね。明日は開村4周年。はるか村ができて4年が経ちます。なんと9月いっぱいはね、結構ほんとこれからめっちゃバタバタする、どうしようって思ってます。ほんとにどうしようって思ってます。冷静そうに見えますが、いえ、やばいんですよ。なんかね、本当にどうしようって思ってる。そう、どうしようって思ってるんですよね。まあなんかツアーはでも、もう3会場目になるじゃないですか。だからなんか落ち着きはあるけど、わかんない、あさってになったらすごいバタバタしてるかもしれないけど、でもなんか本当にツアー毎回毎回すごくやっぱりセンターで立たせていただいてる楽曲が多いので、そのなんか本当頑張ろうって本当なんかいろんな思いを込めすぎてて結果シンプルになっちゃうんですけど、本当頑張ろうって思ってます。はい、生誕祭も本当頑張ろうって思ってます。うん、でもツアーめっちゃ緊張するんですよね。直前、本番直前が、本番直前の緊張がもう尋常じゃない、本当に。
ツアー結構体力一日ね体力めっちゃ使うんですよね。その初日の時は1公演だったじゃないですか、夜公演の。だからあれなんだけど、その2回目から2公演ずつやるじゃないですか。そうだからね、すっごい。でもなんか昼も夜も全パワーを注ぎ込むんですね。でいつもだったら、いつもっていうか普段の公演は1時間じゃないですか。でもコンサートツアーは 2時間なんです。そう、昼夜の間もね結構短いから、あ、もう始まるんだみたいな感じでしたね。そう、この前初めて2公演ツアーやってみて、そう、それでめっちゃ緊張するし体力も結構つか、結構ってかもうなんか初めて、私あんまり疲れとかないんですけど、なんか本当にほぼ生まれて初めて、あ、これがなんか一日ツアー終わってみて、あ、これが疲労というものかみたいなそう、そうなの、あ、これかってなりますね。でもなんかツアーやってる時すごい、なんていうのかな、この劇場よりも大きな規模の会場で、このなんか毎月立ててるっていうのがすごい初めてだのもあるけど不思議な感覚で、そう、なんか、あ、これはなんだろう、そのなんかコンサートだったらもうほんとその1回きりじゃないですか。その1回のために結構時間をかけてリハーサルとかを進めていって、1回やってありがとうございましたって感じだけど、ツアーはなんか次がまた、まあ、約1ヶ月後に待ってて、でなんかチェキーン、なんていうの、そのなんかそのツアーの日が近づくと、またその演出家さんとか、またみんな全員で集まってツアーのリハーサルみたいな、そう、それがすごいなんていうの、なんか不思議な感覚。そのまあでも演出家さんが大きいかな。演出家さんはそのこのツアーにで来ていただいてる方だから、普段は別にお会いしないので、まあ、だからツアーがね、そう、なんていうの、そう、なんていうの、そう、ツアーのためにこう聞いてくださってるから、確かに。でもツアー終わったらもうほぼというかもうほとんど、またの機会があったらだけど、またご一緒する機会がない限りご一緒しないことになるから、ちょっと寂しいですね。長いわけじゃないですかツアーだと。まあ、あ、お会いしてる時間はそんな長くないかもしれないけど、でも10月30、うーん、そうだよね、だし、こうメンバーがね卒業しちゃうからね。そう、卒業メンバーがいるからすごい毎月寂しいなって思いながら、ちょっとずつこうポジションとか調節するじゃないですか。でこうなんていうの、見栄えというか、見栄えがこうなんかみんな均等に、インターバルを均等にとか整えてね、立ち位置を。だから
その時にあこの子がいなくなっちゃった分、だから今回だとゆなこ、てらひなが、うん、てらひなは前回からいないけど、でもね寂しいなって普通に、そう、うん、寂しい寂しいって思う、すごく。なんかゆなこ卒業しちゃうの本当に私ダメージ受けてるんですよなんかゆなこってすごい心の底から優しいから、なんかなんだろうな、すごい思いやりというか、思いやりもそうだし面白いし可愛いし、そう、すごいこう人の気持ちを考えて行動しているなというふうに、どこを撮ってもすごいそんな感じをして、だから結構本当にダメージが私としてはとても、そう、ゆなこがしかも多分ね、もうなんとなくなんですけど、そのゆなこ卒業しちゃったらなかなか会わなくなると思うんですね。まあ実家、ご実家が青森っていうのもあるし、そう、なんかまあ普通にこうなんていうの、会えたとしてもそのレッスン場にいるいないとか自体がもう寂しいんですけど、初期の頃からすごいフレンドリーで仲良くしてくれたし、優しかったし、優しかったって何、優しいしなんか寂しいなってすごい思ってる、うん、なんか寂しいよね。なんか私は卒業公演でもこう感動したり寂しさっていうのもあるんだけど、卒業公演よりも本当に卒業しちゃった後もう何もかもなんていうのなんか跡形もなくその場から去ってしまった方、それがすごい、その時にすごい一番寂しさを感じて、そう、なんかその子がいた時の光景を思い出すと今の目で見えてる光景と見比べて、もう明らかに一人人がいないわけじゃないですかそれがもう寂しすぎる、いたのにみたいな、なんかサラがすごいその現象起きてる、もうサラとも、うーん、なかなかまあ会う機会も少なくなっちゃったし、そうなんですよね。寂しいな。でもなんか寺ひなはその新潟、ご実家が新潟じゃないですか、だしなんか年も近くて仲良しだったから、普通にもともとだから、なんかいつでも会える感はあるというか、そう、まあ最近会えてないんですけど、
でも遊ぼうみたいな話はしてて、だけどなんかね、こうちょっと距離がある先輩とかが一番寂しいかも。なんか多分会えない、なんかメンバーの中でその卒業しちゃった方にとって仲いいメンバーだったら近いから普通に友達として会えるじゃないですか。でもなんか会えないから、その時でも一方的にめっちゃ好きなんですよ私は。そうそう、だからなんか寂しいなって一人思ってる。寂しいな。え、ちょっとみんな、え？いや、みんなじゃないけど、え、このビギナーさんのコメントどういうこと？え？これネタで言ってますか？本当本気で言ってますか？誰この怖っ。なんかたまにさ、こうショールームでもさ、なんかマイナスなことっていうか、なんか普通に、あ、私のなんていうの、アンチとまでは言わないけど、なんかあーおーみたいなね。なんかツイッターもいるよね、なんかでもすごいふと思うのは、まあ SNS だとこう顔も名前も見れない状態だけど、どんな方なんだろうってすごい思っちゃうんですよね。でもまあファンの方はすごい肯定してくださって優しいから、いつも助けられてる、支えていただいてるんですけど、でもね、なんかはるか気になるのはね、やっぱりなんかこの前なんかなんていうの、こうお仕事が決まった時に喜んでくださる方がほとんど大半なんだけど、でもなんかそのすごいなんていうの、なんか大声ご漁師じゃねえかみたいなとかなんかハルルンはこびてるからそうやってお仕事もらえるんだねみたいな、なんかそういうことを言う人はなんかちょっといるんですね。なんかそれを見てなんか傷つくし、なんかこびはるかこびずに、こうていうかなんていうの、私普通に
なんだろう、全然ポジションとか後ろだった頃知ってるみたいな思っちゃう。なんかそこでなんとか頑張ろうって前に出たいって思って頑張った、自分で頑張ったとか言うの好きじゃないけど、まあなんか少なからず努力はしたわけだし、私なんかこびるって何って思ってて、そうなんかなんて言うのかな、結局見られてるのって実力とか、まあ数字っていうのかなとか、だからなんかまあこびるっていう言い方はどうなのかって思うけど、なんか私はなんか自分のことも嫌いになりたくないというか、なんかかっこ悪い生き方、誇らしくない生き方はしたくないと思ってるんですね。だからこびずに真面目にやってきた方だと思うんですね私。でなんでそんなこと言われるんだろうって思ってる。っていうのかな、どこから、私はなんていうの本当になんていうのかな、じゃあなんて言ったらいいのか、なんて言ったら伝わるのかわからないんですけど、まあとにかく私は媚びてない。あとまあでも媚びるっていうのがどこからのラインになるのかはわからないけど、なんか捉え方としてそのアピールっていうふうに捉える人も言う人もいると思うんですよ。だからその自己 PR、私これできるんですとか、こういうのやってみたい、挑戦してみたいんですっていうことは、なんだろう、それは媚びではないかなっていうふうに私は思うんですね。なんか明らかにすごい明らかにっていうのもおかしいけど、でもなんか私はどちらかというとすごい人に話したりとか、なんかコミュニケーションとか取るのがすごい苦手な方だから、むしろなんか人と喋、なんかそこも自分の足りてないところの一つというか、自己 PR ができもうちょっとできた方がいいなって思ってる部分というか、なんかからすごい昔から自信とかないから、私にこれ任せてもらえたら絶対できますとか、なんかあんま言えない方だったから、そうだからなんかそうじゃなくて、こうもうコツコツとやっていくしか、それでこう結果とかを見て上のポジションに置いてもらえるようになるしかないみたいな気持ちでやってきたから、なんか全くもってその言われてることめっちゃ、そんなこと全然ないんだけどみたいなことも言われてて、
すごいあれってなってた。まあなんか難しいんですけど、どうやって伝えればいいのかが。まあでもそうですね、最近それを言われることが多くて、ちょっと病む。さっきもね、なんかほら、さっきなんかコメントしてきた人、ビギナーさんついてた、マークついてた人、なんかずっとはるか、その後もすごいコメントしてきてたんです。今見ながら喋ってたけど、なんか本当に私の発信できてることが不足してるのかもしれないけど、なんか正直何をおっしゃってるのっていう感じですかね。そうね、でもなんかまあなんか明らかなそのアンチみたいな人だったら、あーすごいこの人もいろいろあるんだなって感じだけど、なんだろう、 NGT を応援してくださるファンの方の中でもこう、でもなんか最近はるるんがセンターなのちょっと嫌だなみたいな、アンチではなくって普通に意見として私がセンターに立ってることにがなんかちょっと気に食わないなみたいな方のからのコメントとかが来ると、それが一番落ち込む。だって NGT のことをすごい好きでいてくれる人なわけじゃん。だからこそ思うことなわけじゃん。だからでもでもね、なんかこれはなんて言えばいいかな、私はそのメンバーとして NGT の一員としているから、その皆さんが見てる部分だけじゃない部分ももちろん知ってるし見てるわけですね。でもちろん自分の考えとかも
しっかりまとめていて、でその他の人の考えてることとかもその聞いたりとか、まあ、行動も見たりしてるんですね。それで おかしいなっていうところは私は、まあ、意見として言ったりもするんですけど、こう私、そのセンターを今任せていただいてる立場にあるので、なんかそういう時に NGT がもっと前に進んでいかないといけない時に自分がそのセンターじゃない方がいいなって思ったら、私はまあこれはできるのかはわからないけど思ったら私はセンターは嫌ですって多分言ってると思うんですよ。そのグループのためにグループのことがすごい好きだから。でも今自分がそのチャンスというかセンターに選んでいただいて、私もセンターで頑張りたいっていうふうに思っているので、それはその自信過剰とかとは違って冷静にしっかり考えて私にセンターを任せていただけるんだったら頑張ろうっていう、できるだけ自信持って頑張ろうってすごい思ってるんです。なんかできないなって思ったら他の子がやった方がいいなって思ったらその時はその時で多分大人の方にご相談させていただくと思います。本当に客観的に見て、あ、これは自分じゃダメだって思ったら相談させていただくからかなって、伝わるか分かんないんですけど、あとなんか言い訳もしたくないんですね私。その私は確かに今すごくセンターとしてNGT をもっと引っ張っていくためには人気っていうのかなは確かにもう少しないと難しいとは思ってるんです。なのでそこが自分の課題としてちゃんと向き合って取り組んでいかないといけないこととはすごく思ってて、だからなんかこういうお仕事をいただいた時にファンの方をまた引っ張ってこれるように頑張ろうって考えてます。
ていうのかな、なんかセンターとかになる前まではセンターになることがまず一つの目標だったんですよ。なんかセンターというかもっとその上のポジションになりたいっていう風に思ってた。だからそのためにはどうしたらいいかっていうことを考えてたです。でなんかそのあんまり上のポジションじゃなかった時はそりゃなんか前の方のポジションの子にすごいお仕事がたくさんもらってる子を見て羨ましいなっていう風に思って、でもその抗議できるほど、抗議っていうかなんかなんで私はもっと前のポジションに行けないんですかって聞きに行くのは多分違って、それは自分で自分に足りてないところにすごい気づいてるから、でだからそれを全部解消してそれでも現状が変わってなかったらしっかりもう自分の中でね、なんで私もっと前のポジションじゃないんですかって言えるくらいになってから、じゃあスタッフさんにその気持ちを言いに行く、聞きに行くっていう風にしようって心の中で頭の中でこう整理をつけていたのが研究生の時とかで、だからそういう時にちょっとでもお仕事をいただけた時にすっごくもうどんなに小さなお仕事だとしても絶対これで私はできる子なんだっていう風に思わせてやるとか、あの方これで掴んでやるみたいな気持ちで取り組んでいて、みんな多分それぞれチャンスをもらってきていると思うんです。だからみんなそれぞれのタイミングでチャンスをもらってる中で上に行くためには一番そのチャンスを生かさないといけないって、みんな頑張ってるんだから、みんな可愛くてみんな頑張ってる女の子たちの中で上に行くためにはもっとそれをもう人とは違うくらい、人とは違うことをしたりとか、人とはもう別格級にそのチャンスを最大限に生かさないとっていう風に思って、まあそれが自分の中で満足できるくらいできたっていう日もあればちょっとなっていう日もあったりもするんですけど、それいう風に意識をして今こういう風にセンターに立たせていただけてると思うんです。なのでだからなんかも今こうやってチャンスをいただけてることがあるけど、でもそのチャンスを生かせなかったら次のチャンスは来ないかもしれないってすごいずっと思ってて、一回チャンスをもらったのにそれをものにできなかったらそりゃまたお仕事頼もうなんて思わないじゃないですか。だからそんな優しい世界じゃないのも知ってるし、だから一つ一つのお仕事に対して本当に本気で向き合っていかないと次がないって思ってる。毎回そう思って全部のお仕事に対してそうやってる。だからなんかだろう、その NGT は応援してるけど最近センターですごいゴリ押しじゃん大声みたいな、そういう風に思ってる方は
もちろん皆さんそれぞれ推しメンがいるから、推しメンが活躍してるところを見たいじゃないですか。なんか確かに私推しじゃない方からしたら、なんかセンターの大越はるかちゃんっていう子がその本当にその推しメンと同じ気持ちかもしれないけど、なんて言えばいいのか本当に難しいんですけど、考える自分、その私のファンの方は今回もこうドラマ決まったとか NST さんの番組決まったとかですごい喜んでくださるじゃん、普通にもちろんね。でもその私のことを、まあ、嫌いとまではいかないけど、そんな別に推してはない、他に推し面いる、その推し面の活躍が見たいんだっていう方からしたら、あ、なんか覚えちゃんこういう仕事をもらってるんだ、自分の推し面はってなるかもしれないけど、それで私のことは傷つけないでいただきたいっていうところがちょっと正直なところですね。で、多分私のこと推してないんだったら、私がその昔から昔の私のことを知らないのかなっていうお言葉だったりとか、なんか、まあ、その全部さらけ出してお店できたらいいんですけどね。まあカメラ回ってるわけじゃないじゃないですか、ずっと。大事、ちゃんとそのあれなんですよ、こう何て言うの、活動に対しての向き合い方とか、考え方とかっていうのも結構大事って、で私はそのこのお仕事を誰に振ろうかみたいな、そういうのはもちろんメンバーだから知らないじゃないですか。でいただくじゃないですか、いただいた時に、あの私のことをなんで私がこんなことを言われなきゃいけないのみたいな、そうある、でもなんか難しいよ、え、どうしよう、なんか、え、言い過ぎましたかね、言い過ぎましたかえ、そう、なんて言えばいいの、なんか、まあ私もその自分で言うのもあれだけど、私もその努力をしてないわけじゃない、してるますし、まあ、世の中の人みんな頑張ってると思うけど、まあ、頑張ってるのが当たり前かもしれないけど、じゃあそのみんな頑張ってる中で、じゃあ自分が飛び抜けるためにはどうしたらいいのかっていうのも一応考えてはいて、だからちょっと前にも言ったけど、そのどこにその自分のパワーを注ぐかっていうのも大切で、だからちょっとは頭も使って頑張ってる、そう、
なんかこういうことを言うとちょっと難しくって、自分のことをその守りたい、守るべき、そうじゃないと自分が損しちゃうから、だからなんかあることないこと言われたりとか、違う、それ絶対なんか本当に事実じゃないこととかの噂を広まってしまったらすぐ否定するべきだとは思うんだけど、なんかそれによって周りが迷惑しちゃったりとか、グループにダメージを与えてしまうのはすごい嫌だなって思って、なんかそこがなんかでもどっちかを取るしかないみたいな時ってどうしたらいいんだろうみたいな、それはちょっとスタッフさんにも相談させていただいてるんですけど、でもなんかそのでも今の私の言ったことはめっちゃどちらも守るためにすごいスレスレの言い方をしてたから伝わってるかが分かんない、だからなんか全部言っちゃえばいいんだろうけど、あのでもでもそうだね、そうそうなんですよその曖昧な言い方というか、なんかふわっと言っちゃうと逆にそれがなんか分かりにくかったりとか、そのじゃあこうはこれはどうなのみたいな感じになっちゃうし、難しいなっていう、あとなんか私のファンの方もこういう話ばっかり聞かされるのは嫌だと思うから、こう毎日毎日こういうことを言ってると嫌になっちゃうじゃないですか、だしだからなんかあんまりその泣かない、その悲しい涙とかもそんなに見せたくないから、だからこうなるべく平坦なテンションでずーっとで冷静なこう言葉で、そんなこうテンションも下げたりせず、まあ上げて話してるのはおかしいですけど、そのそうそうそうっていうのも意識しながらだと、よりこう伝えるのって本当に難しいなってとか、なんか言葉の選び方で変になんかこの人マウント取ってんのかなみたいな、ちょっと嫌味っぽいなみたいな言い方をしてるとそれも伝わりづらくなるポイントじゃないですか。そう本当に私人に自分の考えてることを伝えるのがすっごく苦手で、でアイドルとしてのだとより難しい、だってこのショールームなんてその誰でも見れるわけじゃないですか、私を応援してくれてるファンの方だけに届くわけじゃないし、その私のことよく思ってない人にも、まあ、見ようと思えば見れるし、私のこと知らない人も見ようと思えば見れるし、だからなんかね難しいなと思っちゃいますね。でもなんか応援してくれる方がこうなんか私のその良くない、なんか事実じゃないような良くない噂を聞いて、えこれハルルンのこと応援しても大丈夫、応援し続けて大丈夫なのかなとか、ちょっとでもなんかそういう不安に思わせてしまっていたらそれは絶対に違うなって思うから、なんかこの前もフォトログにも書いたんですけど、なんか信念とか言うとちょっと重たいんだけど、でも一応私信念というものが自分の中にはありまして、まあフォトログに書いたことと一緒なんですけど、ルールを絶対守るとか、まあルール違反とまでいかなくても自分が自分のことを嫌いになるようなかっこ悪いずる賢いような生き方はしないとか、
まあ、そういったそういうのがいくつか自分の信念として持ってて、それをこう貫いていくというふうに私は思っているんですけど、そうね、でも本当にすごく言いたいのは、安心して押してください。私は当たり前だけど絶対皆さんのことは裏切らないですし、誰よりもこう輝けるような人になりたいって高い志を持って、これからも今もこれからも活動していくので、ぜひこれからも一緒にいろんな景色を見てくださったら嬉しいなと思ってます。むずいな。まあね、難しいよね、本当に。私4年半アイドルをやっているんですけど、いまだにこうキャラみたいなのが定まってないというか、なんかでもこの今のテンションのままでいくと、なんかなんていうの、もうぶっちゃけキャラみたいになっちゃうじゃないですか。ちょっとそれは違うんですよ。ちょっとなんか自分、いやなんか私でもあの、え待って、どうしよう、そのキャラとか言うとなんかちょっと不思議、なんていうの、でもキャラというかイメージ、そのお母さんの言葉なんですけど、人はイメージに動かされると。でもなんか確かにそうだなって思うんですよ。こうイメージじゃないですか、見た目とか。そのパンケーキ食べたいなって思うのも、パンケーキをその想像して、想像するだけで美味しいからパンケーキ食べに行くじゃないですか。あとなんか見た目が可愛いっていうイメージもあるじゃないですか。可愛いものが好きで、でな、なんかそういうこと、な、食べ物もそうだし、 なんかまあ、人ももちろん、人もそうか、人こそそうというか、なんかこの人にはこういうイメージがあるかなって、そのだから実際に会ってみたら、あ意外とこうなのみたいな。でもそれ実際に会うまではずっとそういうイメージで、でもイメージが本当にもう自分の中でそうだっていうふうに、こうなんか勝手に自分の中で決めつけちゃってることってなんかないですか？まあ、印象というかイメージというか、そうなんか、だからイメージで、なんかね、その私のファンの方は私がすごく真面目でしっかり者ないイメージがあると思うんですけど、でも私推しじゃない方にはね、意外とね、そのなんか不思議な子だよねっていうイメージしかないんですよ。私それなんか、あ、そっかって思って、
そう、なんか、ああそうなんだって、こうなんかね、え、何、え、え、違う違う、え、嘘じゃん、え、待って、そこ共通認識じゃなかったの、え、あれ、おっと、いや、そのえ、いや、ちょっとまたまたいや、またまた、いや、え、いや、ちょっと待ってください、いや、はるか村村民の方には村長はしっかり者で真面目、そういう認識、共通認識だとします。実際そうだし、そうします。だけど、その私推しじゃない方から、だからすごいね、この前ね、そのだから書いた真面目なモバメとか、モバメ違う、あのフォトログね、なんかえ、こんなになんか変じゃない文章を書くなんてこの子が、みたいな、他推しの方から言われて、あ、え、そんなびっくりする、え、嘘じゃん、え、そんなにって、すごいそう思った。そう、まあなんかだからいろんなはるかがいるんですね。脳内会議、はるか脳内会議が開かれるんですけど、毎日毎日至るところで、でその外に押し出すはるか、なんとかはるかを何割今は押し出してるみたいな、でそのなんかはるか脳内会議の参加者は結構その何かの経験をさせていただいた時とかに増えたりするんですね。新しい考え方や感情を芽生えたっていうのははるか脳内会議の参加者が増えたってことなんですよ。なんとかはるかが増えたってことなんです。何かを経験して刺激を受けた時に、そう、それはとてもいいことなんですよ。やっぱ選択の幅が広がるというかわけじゃないですか。自分の考えの幅が広がったりとか、考え方、いろんな方向から物事を見れたりとか、そう、そうなんですよ。え、待って、今すごい分かりやすい説明してるんだけど、なんで伝わってないんだろう。そうそうそう、メンバーが増えていくんですよ、参加者、脳内会議に参加出席してるはるかが。そうで、盛んになっていくんですね。まあでも食費とかね、かかっちゃうよね。まあ人が増えればしょうがないですね。あとやっぱ面積、そのそう、食費がかかる。その昔からいるはるか、もうはるかが幼い時から住んでる、その昔からいるもう番人みたいなはるかが、狭い、人が増えて狭いって、でもありがたいことだし、自分はるかとしては成長してるわけだからってなだめてるんですけど、でもなんかその確かにいろんなはるかが増えることによって考えの幅は広がるんだけど、その引き出しが多いと物を見つけたりするのに時間がかかる時もあるんですね。
で、あと考えすぎるから、そのいろんなはるかにがいる中で一人一人に考えを意見を聞くじゃないですか。聞いて回ると時間がかかっちゃうんです。それもあって考えすぎ、意見がまとまらない、だから2つの感情が芽生えてきてしまったりとか、自分の考えの中でも2つ考えが思い浮かんで、だからそれを全員で話し合ってなんとか1つにするとか、そのこうだから突発的に出てくる感情と一回冷静になって感情を抑えて、いやいや自分としてはこうした方が絶対いいでしょっていう風に一回頭で考えて、こうであるべきだという風な意見と出てくるわけなんですよ。それをこう自分の感情とにこうをどんどん寄せていかないと、まあ、多分その頭を使って考えた結果の方が自分のためにはなるから、だからこうちょん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 とね寄せていったりとかっていう風にしないといけない。あとまあ食費だよねやっぱり。まあ難しいですけどね。今日ね靴下買ったんだ。靴下屋で靴下買った3足で、今日の購入品紹介、急に靴下出てきたの、やば、ごめんね、ごめんね。なんかチェックのやつとパイナップルとなんか紺のやつ、あ、おそろっちいいよ、これだってレディースだもんレディースだもん。やっぱレッスンの時とかスニーカー履く時とかはやっぱ靴下じゃないと、靴下全然最近買ってなかったんで、これね3足セットで1000円くらいのやつ。あとね新しいねマスクも買いました。私色がついてるマスクが一番テンションが上がるので、絶対色がついてるこの形のマスクを愛用してるんですけど、あ、ほらなんか最近一番好きなマスクはこれです。なんかこれはアマゾンで買ったんだけど、普通に売ってるんですけど、でもアマゾンで買うと安かったから、これ10枚入りで、で私なんかブルベだからこういうラベンダーの色のマスクがすごい好きなんですね。あ、そう、グレーとラベンダーが好き。でも今ラベンダーしかない。でなんか今日はピンクのマスクを買ってみた。あとそのマスクコスパが大事じゃないですか。でなんかめっちゃ高いマスクだと1枚100円くらいするやつもあるんだけど、でもこれはね400円ちょっとで12枚だったから、まあ30円台なわけですね1枚あたり。でこれは10枚入りのセットが2つで20枚で700円くらいだったから、そう、なんか私最近マスクの可愛いマスク集めてるなんかこう、そう、でもすっごい節約しようって思ったら普通の白いマスクにすると思うけど、でも全然違うんですよ。そのその日一日の気分が全然違うんですよ。レッスンとかでもずっと鏡の自分とにらめっこなわけじゃないですか。でその全然このマスクの形とかによって顔の漏れ具合が全然違うんですね。だしそのお化粧がつきにくいとかも大事だし、お化粧崩れちゃうから、そう、もうほんとメイクと同じ。でもほんと節約しようと思ったらあれかも。これなんかちょっと前までみんなマスク洗ってたじゃないですか。洗ってもう一回くらい使ってたじゃない。それするかもしれない、節約しようって思ったら。でも今はまあ大丈夫。
もう私結構マスク大事で、なんかあのダイヤ型とかわかりますか、なんかこうボコって出てるやつ、あれをつけてた時期もあるんだけど、今はそれよりこの普通に2つのパッタンって折ってるタイプが一番好きです。でピンクかラベンダーかグレーが好き。でもなんかこれ初めて買ったタイプなんですけど、大きいかなって思ってちょっと心配してる。これはいつも愛用してるこれがすごいぴったりなんですけど、まあでもこの形だと多分ちょっと大きくてもちょっと小さくてもなんとかなるから大丈夫だと思う。これはサイズいくつなんだろう。全然わかんない。え？なんかこのマスクと、ん？縦は短いけど、わかんない。え、こっちの方が、え、私確実にこっちよりこっちの方が大きいつもりで買ったんですけど、え、こっちの方が小さいみたい。え、数字的に、あ、でも絶対そんなことないと思うんだけど。え、これちょっと明日使うから開けてもいいですか。よいしょ。あ、待って、でも、あ、まあいっか。え、こっちの方が小さい、もしかして。え、やばいやばい、私いつもこっちでぴったりだからさ、もしかしたら自分の顔でかいかも、やばい。え、待って、一緒じゃん。え、一緒っていうかこっちの方が大きいじゃん。え、え、ほら見て、これがはるかの最近愛用してるマスク。最近これがぴったりで気に入ってる。こっちが新しく買ったマスクで、重ねてみるとほら、ちょっと若干の違いなんですけど、こっちの方が大きいの分かりますか。でもこっちは 13.6 と 10.7 センチ、閉じた時ね。でもこっちは 130×80mm、 だからちょっと分かりにくいけど、多分130ってことは 130mm ってことだから 13.0 センチ ×8センチってことだよね。え、でもこっちは 13.6 と 10.7 って書いてある。え、数字的にはこっちの方が大きいはずなのに、実際に比べてみると、こう閉じた時の状態の話なんですけど、え、まあでもまあ大体同じってことは多分つけられるってことだよね。私明日これ、え、すごい、え、めっちゃしっかりしてるんだけど、え、なんかすごいマスク紹介みたいになってしまってるんですけど、すいません。なんか、え、でもなんかこれね、グレーもあったのでね、なんかお店出てから、え、グレーも買えばよかったかなって思ったんだけど、なんかもう一回入ると、あ、またなんかこの人来たなってなるじゃないですか。え、ちょっとこれグレーも買おうかな。あー、そうだよね、そう。いや、でもなんかこれがすごい今私的に一番、紐の色も違うんですよ、可愛くないですか。もうマスクもファッションの一つ。昔はなんか白い真っ白な普通のマスクを使ってたけど、本当にこのマスクだけでテンションが全然違うんですよ、一日の。なんかちょっと大きいと顔でかく見えてすごいってなる。
確か、まあそうですね、1枚あたり30円台だったら買おうってなる私は。50円だとちょっと高いかなってなる。なんか500円くらいで7枚入りとかがあるんですよ。ちょっと高いじゃないですか、それは。そう、え、やばいやばい、5分前になっちゃった。え、ごめんなさい、マスクの話なんかしてたから、すみません。それではですね、ダンジョンの皆さんをお呼びしていきたいと思いますよ。13位カンクローさん、12位サカケンさん、11位ぴょんぴょこぴょんさん、10位ひよぽんさん、9位ゆうさん、8位おしょうさん、7位中ムーさん、6位としやさん、5位きゅうりのお漬物さん、4位てっちゃんさん、3位るきさん、2位ゴンゾーさん、1位ぐっちさんです。ありがとうございます。イエイ、ありがとうございます。ということでですね、明日は遥村の誕生日、開村記念日で、ショールームするつもりなんですけど、なんかご褒美欲しいよね。ケーキ買ってこようかな。でも自分でケーキとか買ったことないんだけど、パーティーしたい。あ、そうだからね、せっかくだからね、ハッシュタグとかもつけたいな。めっちゃその話しようと思ってたのに忘れてたじゃん。まあじゃあ今ショールームを聞いてくれてる皆さんにはちょっと先にお伝えするんですけど、明日はまあせっかくの遥村の生誕祭なので、私のあの可愛い写真とか遥村のいいところとかをつけて、ハッシュタグこれは入村案件をつけて投稿してくれたら、いいねしに行きます。ハッシュタグこれは入村案件です。はい、私の可愛い写真とか、可愛いね、可愛い写真とか、遥村に入るとこういういいところがあるよとか、はい、そうですこれは入村案件、はい、そうです。あの、振りじゃないです、ガチということなので、じゃあ条例の復習をします。遥村条例復習を行くぞー。おー、村から出ない、村から出ない、村で過ごす、村で過ごす、村で村の外の告知をしない、村で村の外の告知をしない、遥かに集中、遥かに集中、村から出ないというより出れない、村から出ないというより出れない、見えるのはハルルンだけ、見えるのはハルルンだけ、村でエンジョイ、村でエンジョイ、ハルルンは優しい、ハルルンは優しい、ハルルンをそれはそれは熱く押す、ハルルンをそれはそれは熱く押す。はい、ありがとうございます。はい、ということで、まあ今日の配信はいろいろお話をしたりとか、いろいろまあテンションはずっとこうでしたけど、私の喋り方としてはまあ内容の重み的にはいろいろこうだったと思うんですけど、温かくこれからも応援してくださったら嬉しいなと思います。 Twitter、Instagram、 755フォトログ、モバイルメール、公式 LINE、ショールーム、 YouTube、 ぜひフォローとチェックよろしくお願いします。ショールームのフォローお願いします。ということでですね、ツアー頑張ります、生誕祭頑張ります、ドラマも頑張ります。
ということで、ぜひぜひまた来てください。ショールームもお待ちしております。2日連続メイクもしないですいませんですが、またお待ちしております。ありがとうね。